皆さんこんにちは。今日は質問が、来ていてですね、男性もののショートパンツの、サイズを教えてほしいという、型紙のねサイズを教えてほしいということで、今日紹介するのは、男性用のショートパンツの XL サイズかな。ちょっとまあやや大きめの XL サイズで、あと股上もまあちょっと深いというか、まあ浅くもなく深くもなく、そこのところがちょっとまあ難しいところなんですけど、でまあ早速この型紙の説明をしていきたいんですが、これが寸法になって、で型紙これ作ったとしたら、まあ左右反転して掴んで、こっちが AA としたら裏に B と書いてね、で両面同じ大きさでやると、まあ左と左、右と右っていう風になるんでね。で必ず使うときは、まあ他の私の動画見ると、まあじゃなくても、まあ他の方の動画見ても、まあそういう風な作り方にはなっていると思うんですけど、それで特徴としてはここ5センチ取って、ここ折り返してですね、ここをくるっと折り返して、でここにゴム通すことになってます、私の作り方だと。で型紙をまず作っていくんですけど、横幅がこれ80、ここからここが84で、その股下が26センチの長さで、でまた紙がまあ39センチ、こっちが後ろの方はね39で、こっちが37なんで、でまあ、型紙のサイズが、まあ、横が84、ここが長い方を取って65センチか、84×65 でいいですね、65センチの型紙が必要になると、まあ紙のサイズがね必要になるということで、でまず作り方としては、まあ横に84引いて、引いてもらって、そしてここのところを出したいんですけど、ここの点のところを出したい角、そうするとですね、ここがね10、ちょっと待ってください、ちょっと線が切れてる、ここが14センチいったところから、次は39センチ、ここ直角です、ここ直角に39センチいったところに点を引いてもらえれば、ここのまず点が出ます。で次こっちも同様に、ここの端から11センチいったとこ、そしてさらにここの直角に37センチいったところがここの点になるので、まあここを引いてもらえれば、ウエストのところのラインは出ます。そしてその下5センチ取って、ここに、ここも線引いてくださいね。線引いて。一応ここは点々としてますけど、一応線は引いてください。そして、まあ、ここのラインが難しいんですが、ここのライン。ここのライン難しいんですが、ここと、ここは直角になってます。そこも、ここも直角です。で、ついでに説明しちゃうと、ここの型紙で直角でなければならないところが6箇所あるんですよ。今、直角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 。あと、こう4箇所あって、あと2箇所どこかというと、まあ大体、わかると思うんですけど、ここです。ここ。ここも直角にならなければならないです。なぜかというと、ここを全部、左右のさっき A 面 B 面と言ったんですけど、貼り合わせた時にここが直角じゃないと、水平に、縫い合わせされないので、ここがね、こんな上がってたり、下がってたりすると V 字になったり、こう、山なりになっちゃったりするのでね。左右のパーツ合わせたとき。だから絶対ここは直角であるようにします。そして、
ここもここ書くときはね、ここの傾斜がありますね今ね、まあ、また下のこの傾斜、ここの直角に ここから直角に何センチかな、まあ、2、3センチは直角に取って、あと緩やかにこう こっちとのバランス見てね、こっちも2、3センチはここから直角に取って、こう緩やかにこう取っていく感じですね。そしてここのラインちょっと難しいけど、他のパンツとかね、自分が履いてるパンツとか、でもここまでね深くはないと思うんですけど、僕のちょっと深い感じでは撮ってはいるのでね、ちょっとそこのところはね、伝えるのが難しいんですが、まあとにかくちょっとこう自分でなんとなく引いてみてください。あと一番いいのは、まあ市販されてる裁縫の本のね、そこのラインとかもね、ズボンの型紙があるので、そこのライン見ながら引いてみるのがいいかなと思います。そして次ここの点も出したいので、こっちもさっきと同じように11センチいったところに直角に、その下26センチ。ここで、で、ここの点が出ます。で、こっちも、ですね、ちょっとわかりづらいよね。これね、股下がね、シンメトリーになっているんで、こっちは14センチだけど、ここからここは10、こっちと同じで11センチです。間違えないでくださいね。こっちのライン取ったときは、ここは14センチだけど、ここの下のライン取るときは、ここから11センチ。こっちと同じです、全く。で、その下も24。で、ここに点を引いて、ここから線を引いてもらえればいいです。それで、ここの股下なんで、ここが同じ長さじゃないのかというと、さっきも言った通り、ここが直角でなければ、これ実はね、このラインで取ると、ここが山なりになるんで、パンツ合わせた時にね、なんていうかな、こうなります。パンツ合わせた時に、こうなっちゃいます。普通だったらこう合わす。これ下の裾のラインですよ。で、ここは縫い目ね。で、ここのラインでやると、こうや、ここが山なりになります。裾のラインが。で、ここが縫い目で。ここはまあ、難しいところなんだけど、なので、ここ計算して、私の場合、これ22センチです。で、ここを直角にこう持ってって、弓なりにした場合、ここは22センチなので、まあ、サイズが違えば、まあ、もちろんね、バランスが違ってくるんで違うけど、まあ、今回 XL サイズについて言えば22センチなんで、ここも直角にこう、線を引きながら22センチのラインを通って、またこっちに行くと。で、また下がシンメトリー、左右対称になってます。私の、この型紙はね、これは勝手に私が、開発したんですけど、まあこうするとね、縫うとき、結構ね、縫いやすいんでね。で、市販されてるのはね、ちょっと話がそれちゃうけど、こんなにね、深くなってなくて、後ろが深くなってるんだけど、前はそんなに深くなってなくて、こういうラインになってますけど、これだとね、裾の長さをね、いじるときにね、バランスが崩れてね、もうややこしくなっちゃうんで、やっぱりこっちのシンメトリーで行った方がね、型紙作る場合にもいいかなとは思います。で、以上こんな感じなんですけれどもね。まあ、とにかく一回作ってみてですね、それで微調整するしかないので、で、一番難しいところは、ここのね、股上の深さ。ここ、股上ってこっちの方ね。こっちの上のね、この、ここのね、長さのバランスがね、非常に難しいんだけど、とにかく、
作ってみて履いて、それで自分で微調整していくしかないので、まあ、もしこの動画見てまた分かんないことがあったらご質問いただければと思うんですが、ちょっと今回私の説明はこんな感じになります。で、まあ妻のショートパンツもまあサイズあるので、もし知りたい方がいればまずそっちの方もご紹介いたしますけれども、結構ね、股上ね、私もつい最近まで股上、すごいこの迷って入ってでどうかな、作って型紙作って履いてどうかなっていう試行錯誤が続いててね、なかなかこれだっていうのが自分の中でも見つからないんですが、まあちょっと知りたいって方がいたら、まあ妻が履いてる、まあ M サイズぐらいかな、 M から L サイズぐらいの、まあ型紙もあるので、まあそっちの方も紹介したりしてもいいかなとは思ってますけど、とりあえず今日のところはこんな感じです。ご視聴いただきありがとうございました。